ザブース、皆さんこんにちは。ドイツガイドの萩原です。今ですね、僕は、ミュンヘンの方にいるんですが、当たり前なんですが、前回ですね、ミュンヘンとフィレンツェのね動画をご紹介させていただいたんですが、今日はミュンヘンとローマをねちょっと見ていこうと思います。ローマカトリックの総本山であるローマバチカンと、そしてカトリックの中心地バイエルンのミュンヘンにも、共通している部分がいろいろとあるんですよね。ちょっとね、境界難しいなと思うことはあるんですが、ね、いろいろ2つを比較してみるとまたね面白い部分が見えてくるので、ぜひね最後まで見ていただけると、すごく嬉しいです。ということでね、早速行ってみましょう。まずですね、ご紹介するのがミュンヘンの旧市街の将軍堂のね横に立つこの大きな黄色のね印象的な教会、テアティーナ教会になります。バイエルンの君主、そしてイタリアのトリノから来たお姫様、ご夫婦はですね、なかなか、世継ぎが生まれなかったんですね、男の子は。いろいろ巡礼をしたり、いろいろ保養の旅に出かけて、ようやく11年後に世継ぎが生まれたということで、それを神様に感謝して建てた教会なんですよね。テアティーナっていうのは、男性のカトリックの修道院の一派ということで、もともとイタリアの都市のキエーティっていうところからね生まれて、キエーティがなまってテアティーナになったということなんですよね。そしてこの外観をお手本としたのが、このテアティーナ派の総本山である、聖アンドレア教会、サンタンドレア・バンレになります。本当に正面がねそっくりですよね。ミュンヘンは歩行者天国ということで、人しかね通っていないんですが、ここはかなりね交通量が多いところに、教会があります。じゃあ左右にある2本のね塔は一体どこをお手本にしたかというと、サンアンドレ・ダ・バンレ教会の近くにあるナボーナ広場の真ん中に立つサンタネーゼイン・アゴーネ教会のね塔だというふうに言われています。確かに似ていますよね。ナボーナ広場にはまたこのフェルリーニによる4つの大河のね噴水があります。ミュンヘンのテアティーナ教会のね内部に入ってきました。美しいね、しっくい装飾が至る所に飾られているんですが、この教会はアルプスをもって北にできた初めてのバロック様式の教会なんですね。バロックの本場はイタリア、特にローマに、ね、なります。この教会の建築家は、そしてイタリア人のアゴスティーノ・バレリという人で、ボローニャ出身だったんですよね。ただボローニャとローマでは昔は寸法が違っていたということで、設計ミスによって、建築家が変更ねされてしまいました。シンプルな白亜の教会になっています。じゃあローマのね教会の内部はねどういう風になっているんでしょうか。こちらサンタンドラバレ教会の内部は、金でね覆われていて、豪華なね装飾が施されていて、ミュンヘンの白い内部の教会とは対照的なんですね。この教会が有名なのは、ジャコモ・プッチーニのトスカの第一幕の舞台としても登場します。そしてバチカン市国のサンピエトロ大聖堂、パンテオンに次ぐ3番目に大きいクーポラを持つ、教会になります。ミュンヘンの教会とは内部装飾は違うんですけど、教会のやっぱ作りがね本当に似ています。再びミュンヘンに、戻ってきました。今僕はミュンヘンの旧市街のど真ん中、ペーターの丘にいま
います。まあ、丘って言ってもこれ丘に見えないんですけど、若干斜面スロープになってるんですね。昔はもうちょっと高低差がはっきりしていたんですが、まあ、重要な、ね、建物っていうのはやっぱり高いところに建てるということで、このペーターの丘に建つのが、まあ、まさにそのペーター教会、まあ、イエスの、ね、弟子であったペーターを祀ったミュンヘンで最も、ね、古い教会に、ね、なります。ここが教会の、ね、内部なんですが、教会の中でね、一番重要なのは主祭壇ということで、このペーター教会の主祭壇には一番真ん中、ちょっとね見にくいんですが、法王のね、ローマ法王のティアラをかぶった聖ペーター、そして左右にはラテン四大教父と言われているキリスト教ね、主に広めた4人の有名な神父さんの像がね、置かれています。まあ、このペーター教会、面白いね、伝統が残っていて、ローマ教皇がね、亡くなって次の教皇を選ぶときにコンクラーベっていうのがローマで行われる、バチカンで行われるんですが、その際はあのティアラがね、外されて新しい教皇が決まると、ティアラが再び乗るということで、まあ、ミュンヘンの市民はそれによって新しい教皇、法王の交代をね、知ることができたということなんですよね。まあ、ミュンヘンからローマまで普通は通常徒歩で1ヶ月からね、2ヶ月かかるということで、まあ、そういった意味で今でもそういった伝統がね、続いています。聖ペーター教会の総宝山があるのがバチカン市国にあるサンピエトロ大聖堂に、ね、なります。もう内部は、ね、圧倒的な、ね、存在感があって、内部に置かれている、まあ、一つ一つの、ね、彫刻も普通の教会のものよりか、ね、2倍ぐらい、ね、あるんじゃないかっていう大きさなんですが、そしてこの目の前にはあのジャン・ロレンツォ・ベルニーによるバルダッキーノがね見えます。まあ、特徴的なこのねじれた飴のような円柱が、まあ、天に向かって伸びているという素晴らしい傑作も見えて、そしてこれがクーポンですよね。バルダッキーの奥にはトリビューンの椅子、カテドラ、司教座、司教が座る椅子がね、置かれています。まさにその奥に見える司教座が聖ペーター教会をがお手本にしたものになるんですよね。中には木製の椅子、装飾はカロリング朝の時代のものと言われていて、左右にはラテン四大教父が見えます。ブロンズ製の彫刻もベルニーニによるねものになります。大聖堂の前にはオベリスクと、そしてこれもジャン・ロレンツォ・ベルニーニによる設計の広場、美しい円柱と四五世紀のね彫刻が整然とね並んでいます。目の前には1100年代に作られたと言われているマデルノのね噴水、これもあれミュンヘンで見たことが、ああミュンヘンの大学城外にある噴水だったんですね。これがバチカンの噴水をモデルにしていたということなんですね。まあ、かなりねマニアックな発見というか共通点なんですが、まあ、ここは大学広場、まあ、ドイツの中でも最も入るのが難しいルートヴィヒ・マキシミリアン大学がある
校舎なんですけど、ここは四角形のね広場になっています。ただもともとルートヴィヒ一世はここのポポロ広場のように円形の広場が欲しかったんですよね。そして広場の真ん中にはこのようなオベリスクをね置きたかったと。まあ、ただ建築家のゲルトナーはルートヴィヒ一世様、イタリアにあるね美しい広場、例えばベネツィアのサンマルコ広場とかフィレンツェのシニョリア広場、四角ですよねって言ってどうしても四角くしたかったんですよね。まあ、ちなみに奥に見えるピンチョの丘の奥が右奥に行ったあたりにはルートヴィヒ一世が購入したねヴィラ邸宅があって、ルートヴィヒ一世もよくねここを訪れてました。まあ、円形の広場にしてしまうと窮屈に感じる、そしてどうしてもコストがねかかるということで、まあ、そのゲルトナーは訴えたということなんですよね。ということで泣く泣くルートヴィヒ一世は残念ながらポポロ広場のように円形ではなくお金を節約することができる四角い広場をね作る、まあ、草案に OK を出したんですよね。まあ、それで妥協案ということで四角い広場なんですが、こういうふうにリング状にね沿道を作っている、本当に円形のね広場が欲しかったんだろうなっていうのが分かります。そして噴水をね置いたということなんですね。最後にですねご紹介するのがミュンヘンのルートヴィヒ通りの真ん中にドドーンとね立っているこの勝利の門ジーゲストアになります。門の一番上にはバイルのシンボルの動物ライオンの像とババリアの女神がね見えます。まあ、この門はナポレオンと勇敢に戦ったバイエルンの兵士を勇敢な兵士を称えるために作られた勝利の門ということなんですよね。まあ、今でもバイエルンミュンヘンの、ね、サッカーチームが優勝するとこのルートヴィヒの通りを通ってこの勝利の門をパレードを、ね、するということなんですが、ただ、まあ、バイエルンとはねちょっと関係のないものレリーフがねここにあるんですよね。ちょっと見ていただくと分かりますか。まあ、古代のね兜とか盾剣を持っているということで、これローマの兵士なんですよね。ということはやはりこの門もローマのどこかにね起源があるということなので、ちょっとローマにね行ってみましょう。この目の前に見える、まあ、コロッセを見て、あの門じゃないかっていうふうにね気づかれた方もいると思うんですが、紀元312年から316年にかけて作られたコンスタンティヌス帝がマッセンツィオとの戦いで勝利して記念に作られたこの門、アルコディ・コンスタンティーノ、コンスタンティヌス帝の門がお手本にされたということなんですよね。主にハドリアヌス帝とかマルクス・アウレリウスの時代のレリーフが取り付けられていて、こちらには右のところには重要な寛容さジェネロジタっていうのがね彫刻の像に描かれています。まあ、ただですねこちらミュンヘンの門にはですねドイツ語で書かれているんですけど、勝利に戦争によって建てられ、戦争によって第二次世界大戦によって破壊され、平和を忘れないためにも、まあ、再び築かれたっていうことなんですよね。やっぱここにドイツの、ね、歴史が刻まれているなってね感じがします。ということでね、いかがでしたでしょうか。まあ、ミュンヘンと、ね、ローマの関係性を見てきたんですが、まあ、名探偵ねホームズが、まあ、ジョシュ・ワトソンに追った言葉があるんですよね。まあ、君は見ているが観察していない、まあ、その差は明白だっていう言葉があります。まあ、なかなかね、旅行しているとねパッと見て写真撮ってパッとね去ってしまうことが多いんですが、ぜひね、ゆっくり皆さんね観光して観察してみるときっと自分だけのね何か新しい発見がねあると思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。チュース。